戦なんて、もしさん、よろしい。ネオロなので、ね、戦いますコールさん。コールさんと僕みたいな弱いもん戦うよ。いや、もう惨敗してるじゃん。打撃なしなら大丈夫。打撃なしって、それまた俺をルールよくわかんないから。もっとやりたいってことは顔式満々できてるってことですよ。ちょっと今僕負傷してるんで、どこまでいけるかわからないですよ。まだ終わってない。終わってない。リラックスしてる。よく格闘技界で言われてるのは、素人と素人が一番危ないってね。素人は危ない。モスさん柔道家。いやいや、怖いよモスさん。なんでこんな僕のことしめたがるんですか。ずっとさ、あの人初対面。ずっと僕と対決したいって言ってくれてますけど、僕は一体何なんですか。前回あの堀先生と戦わせていただいた負傷してですね、今回もまた負傷してないかもしれない。でも、どういうんですかね、パンチキックなしってこと。パンチキックなしで、あの関節と押さえ込みと締めるだけ。全部勝てるんですか。全然勝てないです。なんでそんな怖いじゃないですか。怖くない。あんな僕のことやっつけようみたいな。怖ない、僕しろと。何をしようとしてる。いやいや、僕は全然弾を飛ぶしろと。ちょっとせっかくなんだ。先生から推薦もらうから。どういうことや。小物感と大物感。顔芸すごい。先生、お笑い来れるの必死そうでしたからね。見たら笑っちゃうもんね。はい、お願いします。投げる気満々やん。おお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 お結構うまいんだよ。おお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 負けすぎないですか。負けすぎないですか。ネオでも受け入れますか。ネオでも受け入れますか。MMA 危ないかな。MMA がもう普通に僕の命が危ない。テイクオンどうだったね。テイクオンね、タックルの外しはよかった。あ、ほんまだ。いや、怖くて投げられると思って。最後が最後がね、パッと人生発散ですよ。人生発散してる。いや、でも、ほんと、朝倉君たちに習ったら、もう結構来年で見てるの。え、そう。アメリカさん、もらった。え、来たらすごく怖いですよ。うわっ、寝技でいきますか。いやもう本当に全部回寝技でいけばいいです。もう俺、サービス精神あふれてるから、もう無理だと思ってもやりたくなっちゃう。期待に応えちゃうって言います。充実に。じゃあ、ます。威圧感が。おお、すごい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 。プロンプロン。あっ、ハハハハ。
大したことねえやとか言って、そうだなとか言ってさ、いざ校門前に来たらさ、起きたぞ、お前行けよ行けよ、お前
みんな一度堀先生来たぞ、横に分かったよ。おじさんのみたいな。みんなさーっと弾いてくる。すらーみたいな。トゥリオ、トゥリオに出ますよ。トゥリオ、トゥリオってよく昔から言われてました。トゥリオ。で、その顔とかもなんか大事っぽいから、絶対強いだろみたいな。いやいや。普通になんか調整してみましょう。練習、普通に。バキバキすぎるっていうかね、体が。もう昨日も1時ぐらいまで深酒してましたから本当は飲まないつもりで楽しくなっちゃって完全に舐め切った写真俺こんだけ昼も飲もうかと思って俺飲んだからふんどしが飲んだからふんどしが飲んだからちょっとやろうかなと思ったけどでもほら人生最後になるかもしれないけどお酒と試合前だからやめとこうって言うと僕は誤差じゃないですかいやもう僕は大丈夫ありがとうございましたありがとうございましたあと不動産行為になるんですよねはい、天平さんタイミングに上げてくれるんですか？ありがとうございます。いただきました。コロさんから。